小熊さんブチギレ案件ということでブチギレてますか？やるだけお得だと思います。ちょっとの勇気で人生変わる可能性あるんで、勇気を持って受けてみる、いいことだと思いますよ。医学生のための YouTube 塾。小熊さんから何かあるっていうお話では、医療系版令和の虎の志願者が、はい、医学部の子しか来ないんです。おお、これは由々しき事態となんででしょうね思っているんですが、小熊さんブチギレ案件ってことでよろしいですか？ブチギレてますか？とても困ってます、はい、いいじゃないですか、志願者来てるから。まあそうなんですけど医療系版っていう風にほら、ね、広げたのはやっぱりコメディカルの方も来ていただきたいんですよ、これが、ね、始めた時は僕言われたのが、実質医学部受験になっちゃうんじゃないっていう風に言われたんですよ。伊沢先生から、伊沢先生になんかそれって医学部受験になっちゃいませんみたいな話されたんですけど、蓋を開けてみたら医学部版になっちゃったこんなはずではっていう、まあその理由も、まあ僕がやっぱ医学部出身ではあるし、並んでる虎の方もドクターが多いんですよね。受験生ってなってくると結構やっぱ若い人が多くなっちゃうから、まあ今までも受験生版はそうだったようにビビっちゃうんですよね。良くも悪くもデジタルタトゥーになってしまうっていうことで、そういうのをクリアできるようになってくると、ある程度大人になってこないといけないってなってくると、やっぱ大学生になる。で、かつ、まあ、あいつらと一丁絡んでみるかって思いやすいのは、やっぱ、医学部の学生ですよね。ドクターが並んでんだったら。そうですね、ちょっとね。虎の並びもやっぱ関係あるよなと思ってるんで、コメディカルの虎の方とか、医者じゃなくても全然構わないので、医療系にちょっと関係しているような会社をされている方々とかね、呼べたらいいなと思ってます。改めて言わなきゃいけないのが、医療系版なので、医学生だけじゃないです。志願者としてふさわしい方というのは、医療系の大学、短期大学、専門学校を目指している受験生の方と、その在学生です。であれば、資格あります。なので、医学部じゃないしとかで、私関係ないかもと思ってる方いたら関係あります。なので、どしどし志願者としてご応募ください。虎の方々と一丁絡んでみたら、結構いいことあると思うんですよね。虎の人たちからこうアドバイスがもらえたり、まあその後も付き合いが続くっていうこともあるし、実際僕も受験生版の志願者の方と今も現状付き合いが続いている方っていらっしゃるので、まあそれをいいなって思ってくださるんであれば、別にオールになろうがならなかろうが、その関係性っていうのは変わらないので、まあ考えてみていただきたいなっていうふうには思いますね。なんか困ったことあったらあれ DM してよみたいな、そういうこと全然ありますからね。全然あるんで、やるだけお得だと思います、うん、ちょっとの勇気で人生変わる可能性あるんで、勇気を持って出てみる、いいことだと思いますよ。先生方ね、すごい優しいですからね、本当に、うん、実はね、そうなんですよ。ぜひぜひご応募ください。ご応募ください、お願いします。お願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。お願いします。